すでに3年生は受験に向けた放課後学習が始まっている南薩屈指の新学校加世田。秋の鹿児島水産戦で3度の得点チャンスを生かすことができず涙を飲んだナインは、集中力を高めるためスクワットスイングなどのテーマを決め、10分間やり抜く練習を重ねてきました。どんな状況になってもひたむきに最後まで粘り強くっていう、そういうチームのスローガンでやってます。特に3年生は最後なので、しっかり2年半頑張ってきたことを最大限に発揮して、最後は笑って終わりたいと思います。一戦一勝、甲子園一戦、頑張るぞ。